SBS の記者が県内の問題に迫るシリーズ現場から、今日は伊豆川記者とお送りします。はい、袴田さんのやり直し裁判をめぐり、検察はおととい有罪立証する方針を静岡地裁に伝えたことにより、判決までの長期化は決定的となりました。90歳の姉秀子さんは取材に対し、2年3年なんてこれまでの戦いに比べればと話しますが、高齢な2人にとっては重い時間となりそうです。これ以上袴田さんを苦しめるな。検察側恐ろしい。袴田事件の弁護団がインターネットで署名を求めたページに寄せられたコメントです。袴田さんの無罪を訴える声は開設から5日ですでに4万2000を超えています。世論の声が高まった理由、それは検察がおととい再審公判で改めて袴田さんの有罪立証を決めたからです。静岡地検は争う理由についてこう説明しました。承服しがたい点がある。1966年現在の静岡市で一家4人が殺害された事件で、袴田さんは逮捕され死刑が言い渡されましたが、今年3月東京高裁が再審裁判のやり直しを決定しました。再審決定の理由について、高裁は犯行着衣とされた5点の衣類は事件後1年2ヶ月も経ってから見つかった割には血痕の赤みが残り、捜査機関によって捏造された可能性が高いとしました。しかし検察はおととい、5点の衣類に付着した血痕に赤みが残ることは不自然ではなく、複数の専門家による鑑定書や調書などで立証する準備があるとした上で、衣類が捏造されたことを示す証拠はないと反論。検察が有罪立証に踏み切ったことに、元東京地検特捜部の副部長を務めた若狭勝さんは、ひとたび起訴した以上はもう無罪などはありえないんだと、有罪、ひたすら有罪なんだということで突っ走るというようなことがメンツっていうことだとすれば、検察のメンツで動いていたという言い方は、場合によってはできるかもしれないです。5点の衣類については捏造ではなかったと、あるいは少なくとも捏造とは認められないというところの落としどころに持っていくための戦略的なものとして強い有罪立証主張をしていると。過去死刑事件から再審無罪になったのは4件あります。いずれも検察が有罪を立証したため1年から2年半の期間がかかっています。袴田さんも無罪の公算は高まっていますが、検察の有罪立証により審理の長期化は決定的と言えます。57年戦ってますからね、ここで2年3年長くたってどうってことないですよ。頑張っていきます。一方弁護団はみんな袴田さんが無実であるということが分かっていて、にもかかわらずまだね、こうやって長期化をしようとしているというのは、本当に一体検察は人の、ね、人生を一体何て思ってるのかという、本当に腹立たしい限りですね。弁護団は袴田さんが高齢であることや精神的に不安定な状況が続く抗菌反応の症状があることから、裁判所への出廷を免除するよう求めています。裁判所も袴田さんの出廷は考えていないと弁護団の要請に応じるとしています。弁護団は今回の検察の決定に対し怒りをあらわにしていますが、もし検察が有罪立証していなかったらどうなっていたんでしょうか。はい、近年行われた再審公判では検察が自ら無罪を主張したケースもあるんです。こちらの2件の事件では再審請求をするかどうかを決める時にですね、別の真犯人の存在が明らかになって、検察側が無罪の求刑や意見書を提出しています。その結果として無罪、そして期間としては10日で無罪判決が言い渡されているものもあるんです。そして
袴田事件の再審に向けては今後どのように進んでいくんでしょうか。はい、再審に向けた現在裁判所、検察、弁護団による三者協議は今月19日に4回目を迎えます。はい、この三者協議すでに10月までの予定が立てられているんですが、いつやり直しの裁判が始まるのかは実は決まっていないんです。おととい検察側が有罪立証する方針を示したことで、若狭勝弁護士はもう年単位で伸びていくんじゃないかと、つまりその新しい証拠を調べていくのにそれぐらいの期間がかかるんじゃないかと話していました。まあ、今後三者協議でいつやり直しの裁判が始まるのか、検察の立証方針が明らかになった中で注目されていきます。伊豆川記者でした。